節約さんのこまちゃんです。同じく節約さんのあきらさんでございます。浪費家さんの金田しかです。そういうチャンネルやってるの？よろしくお願いします。今日はい、中京競馬場に行ったじゃないですか。はい、サリウスの応援でね、はい、帰りにね、事件があったんですよね、あきらさん。そうなんですよ。事件があって、こういうツイートしました。はい。まあ、帰りの電車でまさかの岩田ダディと一緒になり、しばらく話ができたという、はい、奇跡が起きたんですけど、はい、岩田ダディですよ。すごいね。いたんですよ、電車に。ね。で、それをツイートしたところ、ちょっとたくさん反応をいただいたので、はい、動画にしようかなと思って。はい。金梨さんはね、いなかったんですよね、また。例のごとく。はい。うん、いつもいないですよね、こういう時。一応、言うと、ホームの反対側にいたんですよね。金谷さんは中京競馬場前駅、そこから名古屋方面と逆に僕は行ったんですね。そう、佐々木方面、友達に会いに行くんですね。まあ友達に会いに行くって強がって、まあ、俺は友達がいるからっていうことをちょっとアピールしたかったんだと思うんだけどね。なるほど、向こうに一つ行ってまた戻ってくる。そう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 、なるほど。でた顔を小賢しいことするからなんて言っちゃうのなんて言っちゃうの分かってても黙ってるのが友達です。そうか、そうだね、そうだね、そうだよ、そこが本当に友達聞かないからさ止められてもいないよ。文句ばっかり言ってたんだよ俺たちも。なんだよ、5時18分みたいな。そう、あら5時過ぎだぞみたいな。5時前ぐらいに着いたんですよ、ね、そうそうそう、なかなかこの5時18分電車みたいな。名鉄こんな感じだったなとか思いながら、うん、ちょっともう俺ずっと見てたの、そっちの方、うん、電光掲示板の あれを何のタイミングかふっとその階段の方を見たら、うん、ピンクのパーカーで明らかに敵じゃないみたいな人が歩いてくるのよ、うん、階段を登ってくるの、うん、サムネの服だから。そうです、まあちょっと薄めのピンクっていいますかね。薄くねえよ、名鉄と一緒だよ全然薄くねえよ、薄くねえわそう、このサムネのね、このなりの人が、うん、バッグからビトンのバッグですよ。歩き方ももうなんかちょっともうね、こう外股というか、肩で風を切って歩く系の歩き方で、やっぱさすが中京競馬場前だなと思って、さすが愛知県ヤンキーがいると思って、うん、なんかよくよく見たら髪型がね、ちょっとなんかどっか見たことある髪型なのよ、うん、こうなんか刈り上げてさ、ピッてこう尖ってさ、ツートン、ツーブロックな、ツーブロック、アキラもツーブロックに住んだよな今度。はい、ツーブロックです。ツーブロックの いて、であれと思って、うん、これは岩田騎手じゃないかと思って、うんうん、まあ前っちとアキラさんと言ったから、うん、岩田じゃない、まあ呼び捨てすいませんね、まあでもいやでそうやって言われたから、そんなまさかそんないるわけねえじゃねえかと思ってたんですけど、うん、あの髪型っていう、そう、うん、アキラさんは多分そうっすよって言ったんだけど、うん、前っちが全然信じなくておるわけないってみたいなね、そうそう、しばらくそれで、いやでもそうじゃないかねみたいな。セリーヌって書いてあるんだよ、ここにドーン、真っ白、セリーヌ、でっかいの、ここにセリーヌって書いてあるんだよ。セリーヌ、後ろディオンだった。セリーヌのパーカーに、うん、こうビトンのバッグで、うん、で、まあ、この白のね、パンツで、はい、靴はあのトゲトゲですよ、ルブタンですよ、クリスチャン・ルブタン。で、マイチが画像検索をしだして、うん、本当かみたいな感じで画像検索をしだして、うん、でそしたらその、ちょうどその前の週の若葉ステークスのデシエルトの、うん、勝利インタビューの時の写真がボンって画像検索で出てきて、でそれが髪型が一緒だから、うん、ほんまやみたいな話になってえそうだってみたいなね。そして急にブワー歩いてって、何も何か言いました？言ってない、言ってないですよね、はい、そうやってって言ってバーって歩いてって、でなんか話し始めたからすげえなと思って、そう、僕全然違う方向を向いてパッと見たら、もう前知識さんが喋りかけてたんですよ。で行って、なんかちょっと話できるかなと思ったら、こう電車が来て、このサムネのシーンに、なるほど、うん、これ名古屋行くみたいな話、この電車名古屋行くって言われて、あ行きますよって ありがとうみたいな感じでこうちょうど手を挙げたでその辺はその僕いつも GoPro ぶら下げてるんで YouTube だから、うん、だから一応動画もあるんだけど、うん、まあ、だけどそれだとも隠し撮りになっちゃうから、一応このサムネの写真としてだけちょっと使わせてもらうけど、まあその動画は、出さないけどね、うん、っていう。で、まあそれだけだったら、うん、ただね、会っただけやんみたいな、そう、まあ、有名人に会ったり、有名人、そうそうそう、有名機種に会った、そうそう、会っただけで、何の面白みもないし、あのツイート嘘だからね、それだったら、そうだね、電車で一緒になってちょっと話ができるという奇跡みたいな、めっちゃ大げさな、まあ一応ちょっと話はしてる、そう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 、この段階で名古屋行くってこと名古屋行く、ありがとうっていうのをやったけど、うん、まあ名古屋行くって聞かれたから、うん、はいとは言ったんですけど、はい、この電車は
先に来た電車で確定なんですよ。そう、各駅停車の電車で、うん、で先に行ってなんか2つ3つ先の鳴海っていう駅で急行電車の通過待ちをすることになって、それが決まっている電車ね、うん、で俺たちはもうそれを知っているので、うん、あらかじめその次の急行電車に乗って名古屋まで早く行くっていうパターンだった、うん、でも質問がこの電車名古屋行くっていう質問だったからはいとしか答えなかったんだけど、早く行くとは言われてない、ね、そう岩田さんはそれに乗って、うん、しかもなんか7人掛けの、ね、ベンチのど真ん中にドンってそうそうそうちっちゃくこうやって座ってそうみんななんかチラチラ見ながらなんか見た瞬間あ座れたんだと思ってすぐ分かんないよ座れたのが、あこれはでも奇跡っちゃ奇跡ですよね、うん、そうそうそう、うん、でまあその後やね、毎日なんかすごい大興奮でね、うん、もうその後大興奮でずっとなんかすごいって電車なんか乗るんやみたいな、うん、なんかそんな話になって、うん、でまあまあ俺たちはその後の急行で鳴海について、うん、まあ、先に行った岩井さんが乗った、うん、普通で電車がいるじゃないですか、うん、待ってたよ、そう駅でもう立ってて立って待って、あ乗り換えだなと思ってこっち乗ってくるやっぱりってで、まさしくなんか俺たちのね、そう、ちょうど車両のところにドアのところにピュッとなってきて、で、そこからなんかまた、名古屋まで、鳴海から名古屋まで何分ぐらいか、20分ぐらい途中なんか、通過待ちもありましたしね、うん、で、その間ずっと、岩田さんは立っててもうなんか3人ぐらい向こうに向こうで立ってたから、まあ、喋ることもできずみたいな、できずみたいな感じで、マエッチは、ダイアトニックが結構そうですね、はい、厚めに買ってたわけ、ね、ダイアトニックの単勝とかも持ってたから、うん、サイン欲しいなみたいな、行ってきなよとか言ったんだけど、いやちょっとみたいな、さすがにみたいな、そう、ちょっとまごまごしながら、うん、でそしたらそのウィンズがある、ウィンズ名古屋がある金山っていう駅ですよ、金山、はいはいはい、ね、名古屋の一つ、駅としては二つ目、そう二つ前か、 JR に乗り換えできるのかな、金山って、でそこで岩井さん降りてったんだね、うん、バーッと降りてって、あなんか JR なのかなと思って金山駅で降りて、でもうちのキョロキョロキョロしてね、階段をちょうど上がるんですけど、そこの手前で止まってなんかあれみたいな、うん、あれ絶対間違えたわ、ね、そこで絶対間違えたわと思って、でなんか誰か人に聞いたんだよね、これなんか多分名古屋行きますかどうですかみたいな、うん、ここ名古屋ですかみたいな、なんか人と話したら、あこれは絶対間違えてると思ってバーッと走ってって、うん、岩さん違いますっつって電車に連れ戻したんだよ、そうですね、走って帰ってきた、そこで連れ戻したから、なんかちょっと照れくさそうに、なんかおかしいと思ったんやみたいな感じで、はい、来て、で、それでもう俺たちのグループですよ、なるほど、そこで1、3みたいな、そう状態になったんです、岩田グループ。で、そこから、まあ、一駅だけど、長屋駅に行くまで、話を、いろいろ、もう時間としては3分、4分、ね、そう、そうなんだけど、いや、でもすごいじゃないですか。で、そこでまず、マエッチが、ダイアトニックの短所を見せて、僕岩田さんのファンなんでこれ買ってたんですよってダイアトニックの短所を見せたんだけど、初めて聞いたよそんなこと、誰も聞いたことないしダイアトニック買う時もさ、なんか友達が絶対来るって言ってたから絶対買うってこれやってって言ってたよね、でなんか最終レースの短所を見せたらあこれもそうじゃないですかって2つ馬券こう乗せて、はい、ファンだからっつってそのダイアトニックとその最終レースのね、どっちも買ってたんですよって岩田さんがごめんなさいって言ってたから謝らせる男ですよ、でも岩田さんからしたらしょうがないですよ謝るしかないですごめんなさいって言ってたね、ほんとすごいね毎日、うん、びっくりしました、ね、あれびっくりしたよね、いやすごいっす、ほんとすごいっす、あのドバイのあの実況の時のアキラさんもなかなか二枚舌だっつって言ってたけど、うん、それどころじゃないよあいつの二枚舌は最初からもうファンですみたいな、そう、ね、いやもう岩田さん大好きなんだよみたいな、でしかもね、あその靴ルブタンですかとかって聞くしね、あそうそうやでって言ってましたそれしか言えない、それしか言えないその3分4分の間にすごいこういい話っていうかね、うん、濃厚でしたよね、そうまずそので俺もなんか今日はそのサリオスにシルクでサリオスに出資してるんで、僕らサリオスに出資してるんで応援に行ったんですよっていう話をしたら、うん、そのサリオスの話もしてくれて、そうなんですよ、あなんか距離が初めてだから、うん、その今までこうマイルとか走ってたのが初めての戦にだから、まあ、戸惑ったんちゃうかなみたいな、うん、だから それで距離適正どうかっていうのはまだ分からんよみたいな、うん、そんなことをもう言ってくれて、であとあれ外に出したやん、あれがあかんってそのダメだったんだ、うん、やっぱうちが乾いてうちの馬場が良かったから、やっぱあそこはうちをつかない、せっかくうちにいるんだからうちをつかなあかんねんっていう、まあ、確かにあの後で見たらダイアトニック最後ちょっとずっと来ますから、うんうんうん、
そうそう、しかもなんか池添さんもね、池添騎手もなんかツイートでやっぱりうちが良くて、うん、もう今日はうち有利でどうにもなりませんでしたみたいなツイートもしてたし、みんなね、やっぱりうちが良かったっていうのね、そうですね、言ってたから、まあ、実際勝ち馬もうち通ってましたからね。そう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 、まあ、ただそのね、石橋騎手をフォローするならば、うん、もうサリオスずっと飲めてたって、うちで飲めてたってコメントをしてたから、うん、まあそれで外出したんだろうなっていう、そうそう、あるけどね、まあうちがいいって分かってても多分出したのかなと、うん、そうそうそう、あとなんか指示もあったかもしれないしね、あ、まあそうですね、綺麗な馬場走らせろとかそういうのいろいろあったかもしれないからね、うん、あとやっぱその、あ、やっぱうちから乾いていくもんなんですかって聞いたら、うん、そういうことらしくて、はい、なんかね、例えをしてくれてすごい分かりやすかったですね、うん、ハゲてる人俺長髪のやつとハゲてるやつの乾か髪の毛乾かすときって乾きやすいのどっちみたいな感じで例えてくれたんですよ。乾くの早いんですよ。なんだったら何もしなくてもいいんですよね。もうハゲ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 言うのよ、そこで言います。ハゲハゲおるやん、ハゲ。ハゲすぐ乾くやんって。誰がハゲやんって言って。誰がハゲやねんって。もうね、僕ずっとこう手すり持ってたんですけど。そのまま行こうかなと思って、誰がハゲやねんっていうのを言おうかなと思ってでもハゲがずっとハゲすぐ乾くやん、髪の毛長いとあかんやんみたいな、うん、それと一緒やんみたいなことをずっと言うのよ、彼はそなんか実際ね、それでだからうちの方が使ってるから草も短くなってるし、そうそうそう、乾きやすくなってるよっていう話を、すごい分かりやすかった、ハゲという例えをしてくれて、さすがだなと思って、そういうところ一切、ね、気にしない。でもなんか話聞いてて優しく、優しかったよ、話してくれた感じが、うん、声ちっちゃいのよ、ちっちゃいの、うん、だ騎手だからさ、やっぱ背も低いじゃないですか、うん、で背低いのに声もちっちゃいから、うん、俺らもう射程みたいなやつだね、ずっとおっ、はい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 どっちからやっぱり乾くんですか、はい、でその話を俺が繰り返して聞いたの、うん、あ、やっぱうちから乾くんですねって言ったら、だからって言われてハゲおるやんって、またハゲの話になって、そうですインタビューみたいな感じだった、だから素なんだろうなと思って、本当にあのそういう人なんだ、ね、そういう人なんだな、でも優しかったよね、本当に、いや本当そう、うん、だって行ったらもう誰も知らないっていうか、全く知らない人じゃないですか、いきなり声かけられただけで包帯が、まあ、丁寧というかね、そう、うん、普通はね、なんか声かけてこないって言ってた、みんなひそひそ話してるのは聞こえるんだけど、うん、まあ、普通の人は声かけてこないって言われたから、やっぱ毎日普通じゃないんだなと思って、うん、毎日が行ったからこそ関係できたよね、いや、そうじゃないですか、完全に毎日のおかげだ、あれ毎日すげえ奇跡だよ、前哨戦で声かけて、そうそうそう、で2回目の間違えた時にそれがあったからこそ、そう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 、あの変わり身の速さもすごいよね、ファンなんです、ファンなんです初めて聞いたからね、本当に、でその後もさね、あの残念会やったんですけど、うん、はい、山本や、長屋家で山本や、うん、味噌煮込み食べてたんで、うん、テンション上がりっぱなしだったな、あいつ、すごいってみたいな、あんなのあるみたいなね、小町さんの負け分はこれが全部全てだったんですよあれで13万かよみたいな話なんだけどね、高いよ自分はさ1万だったから、負けが今日1万だから、あの1万はやっぱこの岩田さんに会うためだったんやみたいな、妙に自分での中でねストーリーを作ってたけど、うん、いや俺13万だしなと思って、さすがに13万か岩田さんに会うかって言ったら13万だわとか思いながら、そうだよね、小町さんもそれでもう納得してみたいな感じでね、うん、13万はもう納得してもう諦めてみたいな感じだったけど、いや諦められない、ちょっと無理ですよ13万はちょっとねってなりました。優しかったですよ岩田さんは、うん、そうそう、うん、なんかうちからババが乾くっていう話の時に、うん、あの京都は違うんだよね、そう京都だけは別って言ってたね、京都はうちがピッチャピチャって言ってた、そう内側の方になんかね水が溜まりやすくなる、そうそう、あそうだ、ちょっとこう傾斜があったりするのかな、うん、あ、競馬場によって違うんだと思って、それもなんか分かりやすく説明してくれて、ね、京都改装したら分かんないけどね、そうなんですよジョッキーさんはねそういう話をしてくれて、うん、たださ、その後さ、あれじゃん、ダイアトニックのあの、返し馬の時のね、はい、話題とかあったじゃん、びっくり、あの観客がわーって、はい、びっくりして出遅れて、そう、中にシュッと、そう、馬が驚いてね、そういう話とかもね、あったのにね、いつはそんなこと言いますね、うん、毎日にごめんなさいって謝るんだから、そう言い訳しなかった、ね、男ですよ、うん、ごめんなさいって笑えた、後から考えたらめちゃ笑えたないいな、はい、もうちょっと一個だけ本当に、
悔いが残るのが、うん、その若葉ステークス、この間動画も出てると思うけど、うん、若葉ステークスのあのデシエルトの話ね、はいはい、あれやっぱ強いからやっぱインタビューだったんですよねっていうのをちょっと聞きたかったけど、それ聞けなかったのがね、ちょっと後からね、後からあれ聞いとけよかったねっつって、デシエルトのデの字もちょっと思いつかない。残念会がその残念会だと思うね。そうだけど、サリオスよりもそっちが残念だったんだっつって、13も諦めー、シリーズのことはね別ですから、10は3は3はいいとしても、なんか僕も岩田さんの話をしているときは、あ、よかったと思うんですけど、その後に、あ、実はでもな、みたいな。なっちゃうよね。なっちゃいますね。なっちゃうよね。で、やっぱ俺らがそうやって話してたから、うん、その後に、名古屋で降りた瞬間に、その後ろから来た、その、サーマルウィンドに出資してた人が、うんうん、サーマルウィンドのこう写真を、準備してね。キャロットのページを見せながら、岩田さんですよね、って話しかけてて、やっぱ俺らがね、こう、作ったから、道を作ったから。素晴らしい、ね、更新が続いてたよ、うん、サーマルウィンド俺も出資してるよと思いながら話聞いて、そうですね、ああよかったよなって言われてた。軽は軽と思って、よかったよ、じゃあ何かしてこなかったさすがに続々と来られちゃうね。そうそうそう、うん、貴重な時間でしたね。ファンになりました。マエッチが一番ファンになったと思います。もうあの様子は本当にね、お見せしたい皆さんに、あの変わり身っていうかさ、あ、すごいっすね、岩田さんみたいな、あの感じ。すごいよ、あの射程感がすごかったよ。最高の、なんか、あの高松の宮記念デーだったということで。そうですね。はい。いいネタができました。ということで、競馬場に行くとこういう出会いもあるということで、うん、はい。テンション上がりましたね。ね、まさか電車乗るとは本当に思わない。そうそうそう、ね。電車乗るんですね。いや、電車乗るとは思わないんで、って言ったら、なんでやねんって言われてました。乗るし。普通やで、って言ってました。普通なのかな。探したくなりますね。そうです。こんなね。観客と同じ時間に帰るって、ね。そう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 。なんかね、時間も、まあ、そのまま普通に帰るんだなと思ってね。そうですよね。そう、驚きでした。土曜日が阪神 で、で、中京に移動だったから、新幹線の方が早いから、うん、電車で来たっていう話をしてましたので、うん、まあまあ、そういう、あの、普通は車で来るとは言ってたよね、うん。まあ、たまたまだったということですね。空気を読んで、節度を守ってっていうことで、ちょっと面白かったので、うん、動画にさせていただきました。どうも、岩田康成騎手、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これから応援させていただきます。はい。はい、岩田さんもチャンネル登録して。よろしく。こっちこっち。なんならゲストで。ゲスト。ゲスト来てください。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。